ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。今日は食べ物の話しよう。待ってました。待ってましたというか、まあ2回挟んだだけで別に。たびたびやってるからね。ケータリングの話してたのよ。ついこの間ね。ちょっとね、寝る前に聞いてる方は、飯テロごめんなさい。これは今日はマジの飯テロやね。これはね、はい、ちょっとコンビニに走りたくなるかもよ。なるかもよ。今日はカップ麺の話をね、うん、しようかななんて。これね、結局ちょっとコンビニの回でもね、はい、ちょくちょく喋ったりもちょっと言ってるけどね、はい、言ってるけど、もうちゃんと本腰を据えて、ね、真剣に向き合いたいと思います、うん、向き合いましょう。カップラーメンと、はい、一番何買う、とりあえず私はもう、すいません、これ何回も言ってるんですけど、蒙古タンメンです。え、それもうダントツ1位。ダントツ1位、もうこれしか最近買ってない。マジで？うん、ダントツ1位蒙古タンメン中本なんや。蒙古タンメン中本、はあ、納豆を入れてやで。いや、それほんま怖いわ。美味しいで。え、ちょっと食べてやんな。あ、そう、まずちょっと食べて。うん、あふれ、はい、あふれ返るもんね。うん、そんなにギリギリではないけども。え、いけますよ、そりゃ。な、最初から納豆入れた。いける？いけます、いけます。寸法ある？寸法ちょっとある。あ、ほんま？うん、でもそうですね、もうでもさ、それ納豆を混ぜるでしょ。うん、で、まあ麺とお出汁に絡むじゃないですか。はいはい。汁飲むん？全部。あ、汁は全部飲まないんですけども、うん、コンビニでもらえる、うん、スプーンの先がフォークみたいになってるやつありませんか？はい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 、あれで納豆は全回収します。汁は全部は飲まない、飲み干さへん。あ、そう。でも、うん、納豆キナーゼが溶け込んでるよ。キナーゼはすいません、はい、ちょっと一部捨ててることになるかもしれないですけど、うん、まあ、それは良しとしてんねや。うん、でもそう、極力もあんま汁に沈まんように早めに絡んでるうちにね、食べきるという感じですかね。蒙古タンメン中本に納豆を入れる、皆さんぜひやってみてください。ちょっとやってみるわ、私も。マジでうまい。いや、もう私ね、これちょっとおもろない、いつもね、冒険性冒険性って竹内さんに言ってて、はい、ボロカス言われてます。申し訳ないんですけど、はいはい、一番買ってるのは、うん、日清食品さんの、はい、カップヌードルのノーマルのやつ、うん、いや、醤油味っていうのかな、あれ。みんなで立ち上がろうぜ。ベタ女やないの、あなた。あれをね、結局、まあ美味しいのよね。一番買ってると言ったらそれかな。うん、あれさ、うん、ほんまに定期的にあの味が食べたいってなるよね。そうね、うん、やっぱ謎肉食べたいねん。あ、謎肉ほんま教えてくれや、あれ材料だけ、ね、ほんま謎肉でよしとしてるやん。そうやね、謎肉って思われてること把握してるやん。そうやね、謎肉多めとか書いてあるねん。そうやね、もう自分で言っちゃってるやん。え、って謎肉って、ええの？謎肉好きですか？私大好き。あ、そうね。これね、あんま好きじゃない人もあいてんねや。いや、私あんま好きじゃなくて、うちの家族はみんな謎肉やなっていうことで敬遠してました。だって何かの破片を集めてるもんな。よくないよ。でも私は卵が好きなのよ。あ、ふわふわのね、黄色の卵、ね、おいしいね、はい、卵と謎肉と怖いんで。小エビちゃんとね。小エビちゃんとね、いいよね。あれが好きなんや。あれはあなたは普通に食べてるんですか？あ、もうそれは普通に食べてる。なんかすぐアレンジするじゃない、あなたって。ちょっとアレンジ紹介させていただいていいですか？今日アレンジ紹介番組なん？うん、私よくそのニシンのカップヌードルを、うん、まあ一番買うのは醤油味っていう部分かな。醤油味でしょ。醤油味、多分醤油味を一番買うねんけど、うん、カレーヌードルもシーフードヌードルも買うのよく。うん、でカレーヌードルはチーズカレーヌードルっていうのが売ってんねんけども、うん、売ってます。チー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 の CM でおなじみのね。懐かしいですね、宇宙人が。チー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 あのピザにばらまく方じゃなくて、あの板の方ですか？え、じゃあね、ばらまく方がほんまはいいねんけど、はい、高いやろあれ。あ、しかも一人暮らしにしてはでっかいしな。それ、あれカビいくねん。うん、冷蔵庫に入れててもよ。あのさ、なんか端っこにさ、うん、なんか重いもん多いと思ってニュンってなって、こうでっかい塊みたいになってるんだけど。なんなよ。あかん、あれ不自由やから。あ、私はスライスチーズ、まあ、100円ちょっとで売ってるから、うん、それを2枚。え、結構いくな。はい、大暴れやん。2枚カレーヌードルに入れて。それは完成してから上に置くってこと？ね、教えて。それ、お湯、お湯を入れる際に。ほら、とろとろやないの。乾麺の状態の時にもう寝かして2枚置いて、お布団をかけてあげて、はい、うん、でお湯を注いで。なるほどね。チーズカレーヌードルにして食べる、はい、これが激うま。
もう想像ないでしょ、想像の範囲内ですけどね、絶対に美味しいもんね、はい、あとシーフードヌードルをね、はい、あのミルクシーフードヌードルって言ってるでしょ、売ってる売ってる売ってる、まあ、それももちろん美味しいねんけど、はい、私はね自分でミルクシーフードヌードルをね作ってるんですよ。え、だからあのシーフードを沸騰ミルクでってこと、普通のシーフードヌードルに熱々の牛乳をお湯の代わりに入れんの。それはこれなんか昔ちょっと流行ったの気がするんだけどな。いやそうなんや、うん、めっちゃ昔だってさ、私ほんとごめんなさい、ミルクシーフードヌードル、うん、ミルク足りひんなって思ってたもん。せやろ、うん、ちょっと薄い感じするでしょ、うん、まあミルキーなんですけどね、だいぶ、うん、でもねもう牛乳入れてごらんなさい、はい、濃厚クラムチャウダーみたいなのよ。あ、めっちゃいいやん。もうシーフードやからもうクラムチャウダーの風味はするでしょ。で牛乳をグツグツにして、牛乳をまあレンチンでいい、レンチンして、レンチンであれ十分熱々になりますから、はい、それを注ぎ込んで、はい、はあ、やってみて、めっちゃ美味しいよ。まあね、カロリーのこととか考えたらもうあれですけど、うん、やっぱカロリーのこととかは考えん方がいいもんな。うん、うん、でシーフードとねマヨネーズってね合うのよ。マスミちゃんはねマヨネーズを武器としてんのよ。シーフードマヨヌードルな、うわ、なるほどね。美味しい、カニカマとか入ってるからさ。そうやね、それはね。でも中島美香さんも言ってたもんね。中島美香さんか、中島美香さん、うん、シーフードマヨヌードルが好きやと。あ、やるって、うん、それであんだけ華奢なんやったらええわな。感じ悪いな、感じ悪いわ。もっとかけた方がええな、こっち見たままやんけ。やってそう、やってそうやん。マヨネーズが似合うもんね、やっぱり。ありがとう。褒めてんのよ。うん、うん、それは絶対美味しいね。美味しい、これはよくやりますね、まあ、結局やっぱカップヌードルシリーズはね。そう、あのカップヌードルシリーズのね、トモヤムクンヌードルもね、あ、美味しいわ。美味しいでしょう。あれビッグ出してくれへんかな。いや、私もそれ思ってたのよ。ね、日清さん頼めへんそれ。なんか結構さ、新しい味とかってそもそもビッグしかないやつもあるやんか。そうやね。その中でトモヤムくんはやっぱ女性ターゲットやからかな。ああ、でもそう先生、でも考えられますね、プレミアムラインということで。いやそうやね、でも、うん、私はビッグで食べたいし、うん、なおかつその置いてへん時期とかなくしてほしいねん。あ、そうなん、なんか一時なくなったんですよ、はあ、今は多分常に置いてあるのかな、うん、なんか最初は期間限定みたいに発売されて、うん、でなくなって、うん、おいおいおいと思ってたら今またある、復活する。で、あの上にさ、カップヌードルの、はいはい、何やったっけ、蓋の上にトモヤムくん、上のトモヤムくんソースみたいな、うん、あれもちょっといっぱい入れてほしくない、はいはい、ほんでさ、あれできらんよな、なんかできらんのよ、つぶつぶができらへんのよ、あれ言ったらつぶつぶがちょっとコリアンダーの香りとかそういうね、そうアジアンテイストの香りがするのに、つぶつぶができらんのよ。そうなのよ、でもっと強くていいねんな。そう、そのオイル多めでいいねんな。オイル多めでいいね。だってさ、オイルを入れるけどさ、シーフードヌードル食べるとき上のあたりはその赤いオイルでこうなんねんけど、なんねんけどな、結局蓋すくい目ぐらいでそのオイル全部いってまうのよ。だからこう、まあ、それな、まんべんの押しても薄なるしな。せやね、むずいのよそれは。あれはね、ほんであのさ、上、あ、蓋の止めるシールあるやん、うん、あれ机に一旦貼って使うん忘れるの私だけ。忘れるな、忘れるやんな。ああ、もう使うのまた忘れ、もうええわ、いつもや。あれ、あれカップヌードルはさ、その蓋のキュッて、何やろ、蓋の折り返す、折り返す部分が結構強いから、うん、いけんねん、いけんねん、うん、で端とかのしたらもう完璧やねん。針金入ってるわけやないけど、針金入ってるんちゃうか、うん、のことというぐらいちょっとキュッての折り返し部分いけんの、うん、もうテープなしでいくじゃん。なしでいいよ、うん、なしでいいわ、うん、テープなしにしてトムヤムくんオイル多めにして出やすくしてくれ、あれをつぶつぶ残っとんねん。あとどうですか、あの最近ちょっとハマってるのが、うん、これ多分私ローソンでしか見たことないねんけど、うん、一元、あの漢字の一に幻って書いて、多分一元って思うと思うねんけど、うん、のエビ混ぜそば、汁なし。それあれですか、ラーメン屋監修みたいなことですか。あ、そうかも、ちゃう、分からんけど、うん、そうかも多分。え、混ぜそば、混ぜそばだから言うたら UFO とかみたいに、うん、お湯切って、そうそう、おうおう、お湯を切るタイプなのよ。おう、でもうむちゃくちゃエビの風味が強くて、いいな。そうで、エビオイルみたいなのが、そのトモヤムくんオイルみたいなちっちゃいのじゃなくって、うん、焼きそばソースぐらい大きいね。あ、たっぷりエビオイルが、ありがとう。んでエビの粉末の粉もあんねん。あ、おいエビを、そうで、さらに、はい、エビの風味がする天かす付き、エビ天かす。で何重でエビを追加し、エビエビエビ
すごいねそれ。すごいのよ。はあ、ローソンか、寄ってみよう。美味しいんでね、そのもちろんすごいエビの香りがする、風味が強くて美味しいねんけど、うんうんうん、でやっぱちょっとね辛みが欲しいな、ちょっとパンチが欲しいなっていうのがあって、はい、タバスコ入れんなそこに。ほう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 、めっちゃうまい。あ、そう、買って帰ろう。しそしてせーの、好きにしよ声揃えて、せーの、買って帰ろう。いや、そっちの買って帰ろうのせーのいらんねん。あ、誰もおれへんねんからさ、はい、いやでも今もう皆さん帰り走ったかもよ。もうエビのこの3点盛りね、いいな。でタバスコを10振りして一緒に混ぜて、はいはいはい、え、それすみません、麺はどういう、太いんですか？割と太い。あ、でもそんなに極太の麺じゃない、うん、間やな、 UFO よりはちょっと太いかなぐらい。なるほどなるほど。太いという印象はない、うんうんうん、っていう感じ。普通かな。絶対食べますそれ。めっちゃうまい。一元ね、赤い、うん、赤い蓋ですわ、うんうんうん、蓋っていうかもう全体的に赤い。はい、はい、絶対買います。だから青いやつもあるからちょっと間違えんといてほしいのよ。あ、一元で、多分一元やと思う。それはエビじゃないんです、ね、エビじゃない。ああ、気ぃつけな。赤ね、赤ね、よろしくお願いします。絶対です。タバスコまでで、はいはい。私さ、これほんまに分かんないですけど、強化されるか分かんないですけど、うん、豚キムスーパーカップ、スーパーカップ、豚キムなんかな、あのなんか食べたくなる時あるんです。これ分かります皆さん。なんかね、まずね、うん、1位ではないんですよ正直、ごめんなさい。で、あの普段は買わないんですよ、うん、じゃなくて、でも今日は豚キムしか私受け付けないっていう日があるんですよ。甲子園球児か竹内さんぐらいちゃう。食べたいなって。あ、あと論文の淳さんかな。はい、淳さんは看板だから。ブッタキム、ブッタキム。赤い髪の毛でね。ね、懐かしい CM ですけど。いや、あれも好きなんですよ。ちょっと時間が来てしまいましたけれどもね。お腹すいた皆さんはコンビニに走っていただきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。